国鉄多岐25,900経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同じ専用種別である多岐18,810多岐24,400型についても本項目で解説する。多岐25,900型は、 アクリルアマイド液専用の30トン石炭ク車として1974年9月19日に4両、1976年5月24日に1両の合計にロット5両が三菱重工業にて製作された。本形式の他にアクリルアマイド液を専用種別とする形式には、多機18,810系、多機24,400系の2形式が存在した。 1979年10月より化成品分類番号96が表記された。タンク体は一般構造用圧縁鋼材製であり、積み荷の純度保持のため内側はフェノール樹脂でコーティングされており、断熱材が巻かれ、季節機の磁気道タイプである。二役方式は積み込み口からの上入れ、空気加圧を使用した液出管による上出し式である。所有者は、 三菱化成工業の一社のみであり、その常備駅は北九州市の黒崎駅であった。塗装は黒、全長は 12,700mm、全幅は 2,500mm、全高は 3,757mm、台車中心間距離は 8,600mm、事業席は28.7立方メートル、地上は19.6トン、換算量数は車、席車5.0。 空車2.0である。台車はロットにより2種類あり最初のロットは TR41E-12 であり次のロットは TR225 であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では全車健在であったが2000年3月に全車が一斉に廃車となり、 同時に、形式消滅となった。1970年10月6日に、駅カクロルメチル専用の25トン石タンク車として、多機18,800系4両が、富士重工業にて製作された。所有者は、三井物産の1社のみであり、その常備駅は、福岡県の宮浦駅であった。その後、1973年4月に常備駅は、千葉県の茂原駅に変更された。 落成後は、需要の急変により、運用実績が乏しく急車状態であった。1973年5月10日に、富士重工業にて、全車の専用種別変更が行われ、形式名は、新形式である、多機18,810型に改められた。改造に際しては、タンク体は、種社のものを用いて内面に、フェノール樹脂コーティングを施した。所有者は、 1979年5月29日、三井東厚科学に、さらに、同年11月20日には、日本陸運産業へと名義変更された。日本陸運産業への名義変更と同時に、常備駅は千葉県の北袖駅へ変更された。1979年10月より化製品、分類番号、96が表記された。車体色は黒色。 寸法関係は、全長は一万二千百ミリメートル、全幅は二千五百十ミリメートル、全高は三千七百五十七ミリメートル、台車中心間距離は八千ミリメートル、自用席は十点一立方メートル、地上は十九点六トン、換算量数は、赤車五点零、空車二点零、台車は、ベッテンドルフ式の t r 二百十三 a マイナス一である。 1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に継承されたが、1989年7月に全車が一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。多に24,400型はアクリルアマイド液専用の35トン石タンク車として1974年6月5日に高梁が富士重工業にて製作された。 所有者は三井東厚化学の一社のみであり、その常備駅は千葉県の茂原駅であった。その後所有者は1986年2月28日に4両、1989年10月に1両が日本陸運産業へと名義変更され、常備駅は千葉県の上瀬駅に変更された。1979年10月より化製品分類番号を。 96が表記された。車体色は黒色。寸法関係は、全長は12100ミ、mm、リメートル、全幅は2700ミ、mm、リメートル、全高は3867ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は8000ミ、mm、リメートル、事業席は34.0立方メートル、時長は16.2トン、換算量数は、積車5.0、空車1.6であり、台車は、 ベッテンドルフ式の TR41E-12 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には全社が JR 貨物に継承されたが、1989年12月に最後まで在籍した産業が多滝23,800型へ改造され、同時に形式消滅となった。国鉄多岐1万18,810経過車に関する、 カテゴリー、国鉄滝24,400経過者に関するカテゴリー。ありがとうございます。